ポップアートタウンは2016年に結成された日本のキラキラ系ポップロックバンド。ロゴタイプ略称はパッド。大阪府のキャットミュージックカレッジ専門学校で結成。もともとはそれぞれ別のバンドで活動していたり、なる、おわひき語りをやっていた。しゅんさんが2年生の時にバンドを脱退。しかし音楽への未練が残っていたため同期の3人を誘い、結成する。 シュンさんは前のバンドがロック系のバンドでテンポも速く叩いていて向いていないなと思うようになりそれまでバンドでやってきた音楽との差別化を図った2017年12月にリリースしたファーストミニアルバムバラエティはタワーレコーズ大阪梅田ャ茶マチ店タワクルコーナーにて第1位を獲得バンドとしてはフレンズオーサムシティクラブシギージュニア 1975から影響を受けている。楽曲は全員でどのような曲を作りたいか話し合い、荒野が曲の大まかな形を作り、それをメンバー全員でアレンジして完成させる。バンドのロゴマークは川島光が担当。CD ジャーナルはダンサブルでファンキーな R&B 的サウンドに乗せて、キャッチーなメロディを女性ボーカルのキュートな歌声で聴かせる。 キラキラ感あふれるポップスが持ち味と評した2017年、2018年、2019年、2020年、2021年。ありがとうございます。